こんにちは。美しい文字書き方教室の正代金光です。今回で3回目になりますが、書くことが楽しくなりましたか？では今回は字形の組み合わせです。組み合わせのパターンは大きく分けて左右、上下、囲みの3つです。これらを見てください。主だった左右、上下、囲みを書き出してみました。これらを見ると一マスの中に武士の占めるスペースがわかると思います。部分の組み合わせで成り立つ漢字ですから、武士の大きさやバランスを知る字の構成を練習していきましょう。海を書いてみましょう。他の漢字もマスターできます。